東京15個戦に影響調節戦の目黒区長戦予想ということでですね、本日は大注目目黒区長戦について触れていきたいと思います。はい。もう4月21日,日投開票、まあ今週の選挙の中で、まあ大注目なのがほんと目黒区長戦になっていて、まあ政治活動期間中ね、僕一本動画出しましたけども、まあ新たにね、告示日とかを迎えて現地行ったりとかもしましたので、えー、最終的に予想まで、えー、したいなと思っております。はい。 でね、本当この単体の構図だけでもねすごい面白くて、まあ、5期務めた現職そして、えー、自民党推薦の まあ、河野太郎さんの鳩子の、えー、自民党の区議会議員、えー、立憲民主党だったり、共産党の応援している、えー、都議会議員、そして都民ファーストだったり、国民民主党、そして小池都知事が応援している都議会議員みたいな形でね、まあ、この主要なね、えー、候補が、まあ、めちゃくちゃ強い候補が4名いらっしゃるっていう状況の中で、今、情勢とかでも接戦って言われてますけども、誰が勝つのか、えー、注目でございます。で、さらに、他のね、えー、目黒から離れて、そしてね、東京15号線、えー、ここもですね、まあ、小池都知事がこの のねえー、選挙期間中に、まあ、言ったら、まあ、4月28日が15個目の投開票なんですけども、えー、4月21日に小池都知事が応援している人の結果が出るっていうことで、まあ、これが例えば伊藤優さんという方が当選 すると、まあ、乙崎さんにとってたプラスになるような報道になりますし、えー、伊藤優さんが落選すると、乙崎さんにとってマイナスな報道になってくるんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、小池さんのね、まあ、力のね、まあ、言ったらそこがプラス報道されるのか、マイナス報道されるのか、ここはね、ちょっと注目なポイントにもなってるのかなと思います。はい。 でではですねちょっとまた振り返りたいなと思うんですけども、えー、目黒区長選ですね、えー、と前回の区長選なんですけども、まあ、現職が、まあ、自公推薦で当選されましたとでその時のね選挙ポスターが話題になっていてなん、まあ、としても共産の手から守りますというところでねちょっと話題とか、まあ、共産党支持者とかブチ切れたりとかもしてたんですけども、えー、今回の選挙ポスターは全く違う内容になっておりましたはいで、えー、と山本ひろ子さんっていう、まあ、区議選とかでトップ当選されてた方が、えー、立憲民主党共産党社民聖火社ネットとかの推薦をね、えー、やられたんですけども 4000票差で負けたと。で、その時に医師のね、田淵さんという方が出られていて、まあ、この時緊急事態宣言中だったんですけども、まあ、お医者さんとしてね、アピールしてたというところで、まあ、結構、医師がね、票数取られて、山本裕子さんが多分、現職をまくることができなかったみたいなね、えそういった状況になっておりましたと。で、えー、今回、えー、構図がね、変わりまして、えっと、5名出られておりますと。はい で青木英二さんに関しては、一体自民も立憲もつかなくなりました。で、6期目を目指す選挙になっていて、でこの青木英二さんって、あのー、2004年にもともと民主党で、えー、推薦で、ね、当選されている、えー、方になっていてで、その後ね、いろんな事項とかの、ね、応援もあってみたいな形で、まあ、いろんなね、い、まあ、ったら自民系の層も取れるし、民主系の層も取れるみたいな、そういった、えー、方になっております。はい、で、えー、続いてですね、立憲民主党推薦の西崎翼さんですね。はい で、支持が共産社民、正解者ネット、緑の都心社会党、目黒区民の会というところで、まあ、とにかく野党の支持をまとめているっていう、えー、方になっております。で、そして、えっ、ー、と、伊藤優さんですね、えっ、ー、と、都民ファースト、国民民主党推薦で、まあ、小池都知事もがっつり応援しているっていう、えー、もっ 都議会議会になっててておりまして、えー、そしそ、まあ、自民党推薦の河野洋子さん、えー、自民党の区議会議員で、まあ、元々河野太郎さんのはとこにあたる方で、まあ、あの前のね、えー、区議選の時からポスターとかにも河野太郎さんの写真載ってましたけども、えー、そういった方になっておりますで IT 企業社員の、ね、竹下さんという方で、まあ、この5名の中での戦いになってくるんですけどもじゃあ早速ですね、えー、と紹介していきたいと思いますでまず、えー、と現職区長の青木英二さんですね、まあ、今回だからね選挙ポスターもかなり変わっておりまして無所属政党推薦なしっていう今まで推薦も 笑ったんです今回ないいいんでそこを逆に堂々とアピールしているっていうあ今までめっちゃ笑ってましたよねみたいな政党推薦なしっていうのをねめっちゃ書いてるんですけどもでしかもねえ6期目にして「子供のためテレワークのため選挙カーは使えません」っていうえあれ「選挙カーこのタイミングで使わないんですか?」みたいなここはねかなり衝撃でしたねはいまさかこの6期目の区長が選挙カーを使わないアピールするってだいぶ珍しい選挙だと思うんで。 これはね、だから、まあでも、僕は選挙カー使った方が、区長選単位だとプラスになるとは思っているんですけども、この使わないことがですね、どう、あのー、プラスマイナスに働くのかっていうのは、えー、注目かなと思っております。でね、より注目なのが、あなたの一票で1億円削減、3年で辞職出馬、次回から区議、区長同日選挙で投票率アップ、身を切る改革で退職金も全額カット、目黒のための最後の大仕事っていうふうに、えー、書いておりまして、まあのー、あの、 統一地方選中にね、あのー、区議会議員選挙が行われてるんで、なのでね、途中で実職をして、まあ、次の、えー、統一地方選、目黒区議選と同時に、えー、目黒区長選を行うっていう、だから、えー、そこでね、まあ、1億円のね、まあ、選挙するのにお金かかるんで、1億円削減できますよっていうアピールをしているというね、えー、状況になっております。だこのね、6期目のところで急になんか見起きる改革、見起きってないっていうかな、なまもとの会長金ずっともらってた方なんですよ。はい なので、あのー、急にこの6期目のところで退職金カットって言ったところで、ここが響くのかどうか、えー、ここが注目かなと思っておりますね。はい、で、まあ、住みたい、あの住み続けたい調査、イエス96.6%ってところでね、まあ、本当にだ青木エイさんに関しては、これまでの実績だったりとか、今まで青木さん入れてた方からどれぐらいね、表層まま書いてもらえるのかっていう、まあ、そういったところなのかなというふうに思うんで,で、そこは注目かなと思っております。はい でねだからそれ政治活動期間中とかもね、なんかこの政治活動ポスターとかもね、この家の壁とかにも貼っていなかったりとか、まあ、他の候補に比べて活動量があんまりね、この表に見えないみたいな、えー、ところもありまして、そういうことでね、SNS のアカウントとかも、特に告知とかもしれない、まあ、告知はね、しない候補者全然いるんですけども、まあ、ちょっと見えづらいという状況の中で、まあ、今回、しかも選挙官も使わずにやるってところでね、いやちょっと青木英二さんがどれぐらい取ってくるのか、もともとのね、えー、最初に情勢調査出たところだと、青木さんがね、えー、接戦という表記になっ 中でも一番名前先行してたえー、ところになるんですけども、守りきることができるのか、えー、ここは注目かなと、えー、思っております。はい、であ下にね。連合、東京推薦でね、えー、書いてあるんですけどもで。ちなみに伊藤優さんの方にも連合の支援とかも入ってるみたいですね。はい、なので、まあ、連合も。まあ青木さんの方に巻いてるし、土井さんの方にも入ってるみたいな、えー、そんな感じになっているということですね。はいで、そしてえっ、ー、とーこちらですね。えっ、ー、と西崎翼さんです。はいまあ、古い政治家、きっぱり決別ってですね。こういった文言がありまして。僕は。は あれっていうあれ古い聖書ときっぱり決別あっ、酒井夏実さんのやつと一緒だっていうね、あのー、前回の、えー、去年のね、高等区長選挙に出られた時今、15号線に酒井夏実さん出られてますけども、えー、去年の12月の酒井夏実さんのこの古い聖書ときっぱり決別っていうね、この本当みたいなのが一緒だっていうね、はい、感じになっております。はいで、えー、立憲民主党推薦のところで、長妻さんだったりとか、手塚さん、蓮舫さんの名前も載っているっていうところですね、みんなの目黒区長を作る会っていうところではい。 で、まあ、そんな中でですね、まあ、あの僕もちょっと演説見に行きまして、えー、初日、ですね、まあ、言ったら立憲民主党の国会議員の手塚さん、そして蓮舫さん、えー、そして共産党のキラーさんとかもね、いらっしゃったと、はい、でちなみに、えー、キラーさんに関しては今、目黒住んでいるらしいですね、はい、で蓮舫さんは元々もと目黒で生まれてそして目黒で、まあったらえー、蓮舫さんの,娘あの双子の。 子供がいるんですけどもえ、そこもこの目黒区で育てられたと。で、手塚さんはね、次選挙区変わるんですけど、まだね、目黒に住んでるみたいですね。はい。なので、西崎翼さんに、この手塚さんとえ、キラさんに関しては少なくて2票は確実っていう、え今そんな、えー、状況になっているってとこですね。はい。 で、まあ、衆院選の、ね、状況も整理したいなと思うんですけども、えー、この目黒区と世田谷区が含まれた選挙区になっていて、まあ、前回、東京国に関しては、えー、手塚さんが小選挙区で当選されたと、ただ区割りの、ね、変更がございまして、次の衆院選に関しては、目黒は東京26区になります。はい、でただ、もともと立憲民主党の国会議員だった松原仁さんが26区に行きたいよというふうに言ってたんですけども、まあ、手塚さんがですね、松原さんの26区を認めないって言って、松原さんがそれに切れてあの離党するっていうことがありまして、えー、最終的に立憲民者、 東京ちいなみいになんか市民連合目黒世田谷ってとこはね松原仁さんなんかゴキブリみたいなねことも言ったりして炎上したりとかもしてたんですけどもそこの、えー、選挙区に、えー、なっておりますとなので今回このね松原仁さんがですねまだ表立っては誰の支援もしてないみたいなとこなので松原仁さん とかね。まあなんかどういうふうに動いてるのか、裏とかで動いてるのか全くわかんないんですけども、えー、ここの支持者とか、ちょっとどう動くのか注目でございます。で、自民党はね、新人の支部長の今岡さんっていう方なんですけども、この方は自民党推薦の、えー、河野洋子さん。こちらの方の応援説とか基本、えー、来られているような形になっております。はい。えー、そしてですね、まあ、人もね、かなり集まっているっていうような状況の中で、あ、で、あとね、一個蓮舫さんで注目なのが、あの、蓮舫さんって昔民進党の代表だった時があるんですよ。で、民進党の代表の時に、 あのーまあ、やめることになりましたで、その辞めるね、きっかけになった大打撃っていうのが、2017年の東京都議会議員選挙。えここでね、あの民進党が5議席にまでになってしまって、まあ、都民ファーストの全盛期ですね、はい。で、都民ファーストの大躍進があって、えー、民進党の議席が5議席っていうところで、まあ、責任とか追及されて、レイ・ホンさんがね、辞めることになったってところなんですけども、でその時に、まあ、伊藤優さんが、まあ、言ったら、 民民離れて都民ファーストにかたんですよなので、まあ、蓮舫さんはめちゃくちゃ恨んでるっていうあの <laughs> だから蓮舫さんとこの糸井さんの因縁みたいなとこもあったりするんでねなんかそういった目線で見ててもこの目黒区長選はちょっと楽しいんじゃないかなというふうに、えー、思っておりますはい。 でね、西田翼さんの、こういった目黒区長候補っていう古い政治をきっぱり決別とかね、古い政治を本気で変えるみんなの目黒区長を作る会とか、いろいろあったり、書いてあったりしますと、子育て、高齢者、ジェンダー、環境、区民の声が届く目黒区へっていうね風に書いていて、こういった看板とかもありますと、古い政治をきっぱり決別、5期20年の万年に長期政権を半免許し、長くても3期12年で次へつなぐってところで、この、えっと、ち ちなみに、えー、とこの演説を務めてたんですけども、基本的にはやっぱり政権批判が多かったですね、自民党批判として、えー、西崎さんに関しては、まあ、言ったら今の、えー、現職区長、青木区長がですね、まあ、基本的にはなんか他の横並び体制というか、 なん,かなんか提案しても他のね自治体が前提ができたらやっていいですよみたいな形でなんかリーダーシップ発揮して全然やってくれないみたいなところをね演説で中心にも、えー、言われていてであとこの自民党のお金の問題とかをかなり、えー、詰められておりましたとあ手塚さんに関してはねなんかあの選挙掲示板ポスターとか見た時に、まあ、伊藤優さんとかね西崎さんとかもともと手塚さんの人だったりしたんですよで区議補選のメンバーも手塚さんの人とかもいるんであのー、なんか手塚博物館みたい,みたいなね表現もされていたんですけども、まあ、今目黒川の手塚さんの人 だらけみたいな感じになっているというところですね。はい、で、まあ、そういったところを訴えられたというところで、まあ、今回、野党・共闘もね、かなり強調されている選挙戦になっているよう政治家と期間中もね、共産党のキラさんとの,、ね、この2連ポスター、西崎さんの、ね、2連ポスターみたいなのもあったりしたんで、まあ、とにかく野党・共闘みたいなのね、かなり、まあ、手塚さんね、あのー、立憲民主党の東京都連の幹事長の手塚さん野党・共闘めっちゃ進めるタイプなんですけども、そういったことをやられてましたという感じでございます。はい あとね、西崎さんの演説の中で注目だったのが、この西崎さんがね、まあ言ったら、前回の都議選6票差で当選したんですよ。で、皆さん本当に東京に行ってくださいと。で、あのー、本当に。 一票で全然変わりますところで、私は前回、六票差で勝ちましたって言ってたんですけども、その時、六票差で負けた共産党支持者が目の前にいるっていう、あの、共産党支持者でが、ね、この負けた共産党支持者がいる前で、六票差で勝ちましたって言ってたっていうのはね、なんかすごい、共産党支持者さんどう思ってんのかなみたいなね、感じで思ったり見てたんですけども、まあ、あの、本当に西崎さんに関しては、一票の重みをね、本当分かられてる方なんで、まあ、あの、六票差で勝った人は絶対ね、そういった本当の、本当一票の重みで当落変わるっていうのは、ねで、言うっていうのは絶対分かるんです けども共産党の支持者さんの前で言われてたのは面白かったなというふうには、えー、と思いました。はいまあそんな、えー、形で、ビラは、えー、こういった形で4月21日、目黒区長選挙、古い政治をきっぱり決別ってところでね、えー、誰かを切り捨てない、誰も失しない、あなたの声を聞くみんなの目黒区長へ、えー、5期20年のマンネリ長期政権を反面教師にして、長くても3期12年で、えー、次へつなぐってとかマンネリ長期政権って言ってね、政治活動期間中のビラも、ねまあ、以前、動画とかももちょっと紹介しましたけども、基本的に現職区長を攻撃するような、あのー、ビラとかにはなってましたっていうような。 え、感じでございます。はい。えー、裏面は西崎翼はこれをやるってところで、ファーストペンギンっていうね、え、状況になってるっていうところですね。えー、そして、えー、伊藤悠さんですね。はい。えー、もう小池都知事のね、顔写真が載っているっていうところで、えー、20年ぶりの新風を目黒絵でっていうね、まあそういったところになっていると。で、都民ファースト国民民主党推薦っていうところで、で、で、こちらのですね、まあ伊藤悠さんなんですけども、まあね、まあ小池都知事が演説入られたってところでも人がすごかったですね。はい。 でね、まあ、この演説ね僕あの音武さんと小池とちーがあの豊洲の、えっと、ビバホーム前で演説見た翌日に見たんですけども、まあ、翼の塔がいなかったんでめっちゃ平和に消えましたね。はい、で今ねちょ翼の塔がいるおかげで あのー、演説をちゃんと聞けたらすげえ幸せに感じるっていうですね今そういった状況になっているんですけども、えー、この時は本当に平和に、まあ、ライブ配信者も少なく、えー、やられていたっていうような、えー、形になっておりましたでねあの小池都知事以外にも、まあ、玉木さんだったりね国民主党玉木さんも来られてましたしあと川崎師匠が、えー、来られたりもしました元ね盟友関係みたいな昔からのつながりがあるってうところで、まあ、それこそね一つエピソード言われたのが伊藤優さんが あのマニフェスト大賞っていうのはね、結構、あのー、あるんですけども、それ結構ね、なんかマニフェスト大賞受賞した人が選挙の時マニフェスト大賞受賞みたいなね、えー、とこも書いたりするんですけども、このマニフェスト大賞を作ったのが、この伊藤優さんがきっかけだったっていうね、こうエピソードとかも話されてる、僕、これ、これ、知らなかったんですけども、まあ当時、本当に20代の時から、えー、議員やってるんで、そういった動きをされていたのかなっていうふうには、えー、と思いますね。はいであとね、あの品川区長、えー、元々都民ファーストの時で離党された。 で無所属で都議選勝ったりとかねしていた、えー、お隣の品川区長の森澤さんとかも今回伊藤優さんを応援されてて,ってとところで、まあ、今回、えー、品川区あ目黒駅って、まあ、品川区と、ね、あの目黒区があったりするんですけどもでこの森澤さんも応援しているともう隣の自治体のい、まあ、ったら無党派層を、ね、囲い込める森澤さんとかも応援しているってところなので、まあ、そこもちょっと注目なのかなと思っております。はい で小池都知事の、ねまあ、やっぱ演説とかかなり盛り上がっておりました玉木さんもね、まあ、かなり演説とかで盛り上げてましたけども、まあ、小池都知事が、まあ、言ったら玉木さんいる中で、結構ね、国民民主党をよいする演説とかもね、えー、されてたりとかもしてたんですよ。で、あとね、本当に伊藤優さんがね、なんか抜けること、あいたたたたみたいな表現とかもされたりとか、あと、あのなんか、一つエピソード言われてたのが、あのー、マグロって目が黒いから、 あの目黒目黒目黒ってそれが回ってマグロになったみたいなエピソード僕も知らなかったんですけどでマグロってねなんか動き続けないと死ぬってエピソードがあるんでまあ伊藤優さんもずっとマグロのように動き続けますみたいなまあそういった目黒の由来と伊藤優さんをねなんか掛け合わせた演説とかもされてたりとかしてまあかなり盛り上げてましたっていうような、えー、感じでございましたとはいで20年ぶりの新婦「今目黒」が変わるときっていうところでまあかなり人が集まる中でまたね後半小池都知事がこう選挙戦に入ってくるのかとか、まあ、そこはねかなり注目な、えー ポイントななのかなと思っております、はい、で国民民主党の議員もね、がっつり、糸、えー、井さんの本を入っているというような形なので、まあ、都民ファースト国民民主党連合、まあこれ、東京15区と同じ感じだと思うんですけども、えー、ここはちょっと注目でございます。はいで、えっとビラはこんな感じになっておます、都民ファーストの会国民民主党推薦ってところで、まあ、こういったね糸井さんのメッセージみたいな、失望しても失望しても、私は政治の力を信じています,でですね、まあこのメッセージ風のやつが書いておりまして、あと 4K ってですねワードを結構あのー、言われていて、まあ、教育、介護、公園、環境、まあこのワードを言われていたっていうような。 えー、形になっております、はいまあ、小池さんはね、あのー、4K の K はあのー、小池の K じゃないですよみたいな、ね、とこも言われたりもしてたんですけど、まあ、こういったところの新時代あとね新時代っていうワード入ってきましたね。はい、僕も以前ね東京新聞さん、えー、と今回東京15号線で、ね、東京新聞さんに取材受けたんですけども実は以前にもね「あの新時代」っていう、ね、あのキャッチフレーズ付け つける人多すぎ問題っていうねまあそういったところをちょっと、あのー、取り上げていてその時も取材受けたりして東京新聞社に乗ったりしてるんですけどもまあ今回目黒でも「新時代」っていうワードが入ってきたっていうような、えー、感じでございますはい。 えー、そして、えーと、自民党は河野洋子さんですね。はい。自民党推薦っていうふうに、えー、書いてあって、えー、リーダーシップで新しい巡れってところでね、個人的に,気になったのは、やっぱ河野太郎さんを入れてこなくなったっていう、今まで区議選だと、まあ、河野太郎さん入ってたんですけど、河野太郎さんが入ってこなかったっていうところですね。はい。2年ポスターとかもね、河野,さん入ってた河野太郎さん入ってたんですけど、はい。で、河野洋子さんの選挙事務所ですと、はい。えー、リーダーシップで新しい巡り、6期24年は長すぎるってですね、まあそういったキャッチレーズも、えー、作れられていて、 で僕が見たときはあの片山つきさんとかはね、えー、応援に入られてきてましたということでもうどの選挙にも現れる片山つきさんしかもね国事日だけじゃなくてまた別日もね、えー、片山つきさん入ってたんですよねはいえー、そしてですね、まああのー、河野洋子さんね、まあ、演説とかもされていて、えー、かでちなみに河野太郎さんも国事、えー、日ね何箇所何回も入ってましたで僕がちょっとタイミング的に、えー、河野太郎さん見に行ったんですけども だから演説でね、もともと告知した時間の40分だってもう、も河野太郎さん来なかったんで、ちょっと次の予定あったんで、えー、見ることができなかったんですけども、えー、河野陽子さん、そして河野太郎さんとかもね、えー、一つ演説とかもされてました。で、あとね、他にも、えー、エリアルフィアさんだったりとか、えー、クイナックさんだったりとか、結構女性議員がね、えーまあ、片山さつきさんもそうですけども、結構中心に応援入れてるのかなというふうに思ってまして、で僕、ちょっと知り合いのね、ちょっとうぐいすの方がいらっしゃったんで聞くと、とにかく、まあ、女性 というところをかなり強調してる、まあ、今回唯一の、えー、女性候補になるんでまず女性区長というところをかなり強調するというような、まあ、そういった戦略をとられているというような、えー、感じになっております。はい でね、まあ、以前もちょっと政治活動期間中動画でも言いましたけども、まあ、ここはね、都議選の時に自民党が2人立てて2人とも落ちるっていうような結果になっていたと。はい。で、その時に、あの自民党目黒唯一の候補者っていうね、自民党が2人を立ててるのに、自民党目黒唯一の候補者って書いて大炎上するって話題になっていたね、まあ、そういった件があって、鈴木孝光さんはね、これで書類送検されるってことがあったんですけども、えっと、告示日のタイミングでは、鈴木孝光さんね、えー、見たっていうですね、方とかもついあの僕も知り合い見たとかも言ってたんで、で栗山 今回応援入ってんのかみたいなとこもねちょっと気になったりするんですけども、えー、もともと前回の、えー、都議選に関しては河野洋子さんはね鈴木隆美さんがっつりやってたとこなのでまあ自民党が一枚岩になれるのか、えー、そこは注目でございます。はいで河野洋子さんねこれビラなんですけどもあのー、まあね、あのー、それこそ動物愛護とかねかなり。 熱心に、えー、やられていた方ということで、まあ、今回、現職区長がね、まあ、動物に関するやつをねワード入れてたんですけども、まあ、河野洋子さんの方がかなりやっているっていう声も、えー、実際聞きました。はいえー、河野洋子さんかり、ね、動物とかもね、もともとかなりやられてたってところで、あのー、こういった丸、えー、ビラとかを使われているというような、えー、形になっております。はいであとね、えー 少しびらじゃないえ、6期24年は長すぎる女性口調で新しい目黒へというところでね、まあこういった今こそ。 全ての世代を笑顔のためにって,てね8つの政策プラスワンっていうですねワンちゃんとワンをかけたまあそういった、えー、ビラとかも作られてるっていうところですね応援団長が三藤き子さんっていう、えー、形になっておりますはい、まあ、その中でどれだけ自民党票を取れるのか,だか自民党の逆風はね、まあ、今回ちょっと、えー、河野洋子さんにとってはねかなりちょっと痛いところではあると思うんですけどもまあどれぐらい取ってくるのかちょっと注目でございますであともう一人、えー、竹下さんですね、まあ、この方に関しては本当にあのー、まに、あ、組織のない中で、まあ、住民税減税っていうところも訴えられてる で戦われているというところの中でどれぐらい取ってくるのか、えー、注目でございますはいということでちょっと簡単にですねまあ、構図だったりとかそういったところを紹介したんですけどもじゃあズバリ、えー、予想したいと思いますはい、えー、目黒区長選当選者は僕は、えー、伊藤優さんが、えー、当選すると思いますはい まあちょっとね、理由を述べたいなっていうふうに思うんですけども、まあまあ、今回公明党がね、まだ、えー、決まってないんですよ。はい。で、あの、実際、えっ、ー、と,と、えー、都議会議員の公明党の斎藤、えー、都議もね、あの、X で投稿されてたんですけども、まだ公明党は態度未決定っていうふうにもね、書かれていて、じゃあ公明党が、まあ、どこにね、最後流れるかによって、まあ、決まってくるんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、その時に、えっ、ー、と、小池都知事がね、この目黒で演説した時に、 公明党がね、支援してないにも関わらず、演説の場で、公明党さんのおかげで何々できましたみたいな形で、まあ、公明党をよいしょするような演説したんですよ。はい。 いや、これびっくりして、公明党ね、推薦とかついてて、まあ、言ったら学会の方とか集まってる状況の中で、まあ、公明党っていうね、ワードを入れて、公明党のね、えー、議員さんのおかげで何々を実現できましたっていうのは、よく小池都知、言ったりするんですけど、まだ公明党はね、シーンが決まってない中で、ちょっとよいしょする演説もね、したりしてたんで、これはかなり公明党対策入れてきたなっていうふうに思うんで、僕は最後、結構、伊藤優さんに公明党支持者さんの票が流れてく可能性はあるんじゃないかなっていうふうに、なんか見てて、えー、感じました。 なので、まあ、そういった部分もありますしであと、あのーまあ、維新が今回出てないっていう、ね、ところが、あのーまあ、かなり都民ファーストにとって大きいかなでもう、まあ、第3局をね絶対ここ勝ち合うんで。 維新が出てたら、都民ファーストの票がめっちゃ削られるんですよ。はい。だから今回、維新が出てないんで、じゃあ、最後の方、無党派層がね、ドドドって票数伸ばされるときに、じゃあ、後半伸びていく政党っていくと、やっぱり伊藤優さんとかが、この中だと強くなってくるのかなって思います。で、あと、河野洋子さん活動すればするほど、多分、青木栄さんのね、票数がどんどん削られていくと思いますし、え、潔さんはね、野党を固めるっていうところの中で、じゃあ、野党を固めた中で、どれだけ、まあ、今回しかも完全にもう野党色強めるっていうところの中で、無党派層を多分取りに行くっていうね、選挙戦をしてないと思うんで、 そしたら最後、伊藤優さんがちょっと伸びるんじゃないかなっていうふうに、えー、個人的には見てて思いました。そこの2点ですね。はい。まあ、小池都知事が演説で公明党っていうワードを発したっていうね、この衝撃。はい。あちなみに僕演説の時、昨日会いしました。あの、一緒にね、あの、選挙タクの、えー、方がね、えー、いらっしゃいまして、いやあれ聞いたみたいな話で、後で動画見返して本当に言ってたみたいなね、感、え、じ、ー、だったんですけども。はい。で、えー、あとその維新さんがいないっていう、えー、とこで、 えー、っってていうようよなな様子になっていますただね、まだこの元々情勢とか出てたのが、青木さん、西崎さん、伊藤さんが接戦っていう報道が出てて、名前の先行順でた青木さん、西崎さん、えー、伊藤さんの順番。で、河野さんも激しく追うみたいなね、えー、そういった形になっていたので、まあ本当誰が勝っていうもね、おかしくない選挙なのかなと思うんで、注目していきたいと思います。はい。えー、そしてですね、釘議線選も、えー、6人出ておりますと、はい。 で、まあね、注目なのがね、この、えー、竹島は日本の領土っていうですね、書いている方がいてで、この方ね、市川竹島さんっていう方らしいですね。はい。で、なんか竹島って投票紙に書いてくださいみたいなのね、書かれてたんですけども、えー、こういった、えー、でちなみにこ竹島さんのアカウントがあるんですけど、 河野洋子さんをずっとリツイートしたりとかもしている方ってなるんで考え方的には本当に自民党とかそういったところに近いのかなというふうにはと思います2月22日は竹島の日というところですねそして新井佳代子さんですね新井佳代子さんは言ったらビラのね感じとか雰囲気とか見ても言ったら河野洋子さんと同じような形セットでやってるみたいな形なんで今回自民党新人っていうところで河野さん新井さんのこの連携っていうところで票数を伸ばさしたりしているというようなそういった展開に な、えー、なっているとこここですす、はいえー、れ新井海岡さんの、えー、こちら車になりま目黒、はい、エグラーのために新井加代子っていう風に書いているってところですね。そして立憲民主党、橋本翔平さんですね。えー、こちらもね、古い政策引っぱり決別ってところで、まあ、西崎翼さんと同じような、えー、これ、えー、選挙ポーサーになっているんですけども、えー、これ橋本翔平さんはも、ねえー、ともとね、この練馬区議だったんですけど、前回の統一選で落選してしまって、えー、今回出てるってところですね。ここの方もそそれこそ 手塚さんの元秘書っていうところでね、まあ、そこも注目でございます、はいえー。そしてですね、須藤健太郎さん、この方、お父さんがね、残念ながら亡くなりてしまって、まあ、前回統一教戦で出られたんですけども、そこへ落選してしまいましたと。で、今回出たってところで、お父さんがね、もともと芸能リポーターとかもやってたってところで、まあ、今回ね、自民、立憲がいる中で、えー、須藤さんがね、どこまで取ってくるのか、えー、注目でございます。はい、で川端真司さんはもともと N 国とかでね、出られてた方ってところで、今回出られてると。えー、そして、えーと、片山英二さん、えー、政治家、裏金、隠蔽、重税とかね、いろ 目黒国民には純正とか書いたりしてるんですけどもう我慢ならないとかね書いてあるんですけどまる党以外の選択をっていう、えー、そういった表現なんもされてるってところで、まあ、目黒区長選もね面白いんですけど目黒区議補選もね、まあ、なかなかこう注目な候補者もいらっしゃるってところで、えー、またね目黒注目していきたいと思いますまだ,まだ現職区長が、ね、あんま見れてないんでもしねあの見に行ける時間があったらまたねちょっと区長選見に行きたいなと思っているんですけどもはいちょっと注目していきたいと思います、えー、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします